ゲーム業界4人の守護女神が国を女神ブラックハートが統治する国ラステーション女神ホワイトハートが統治する国ルイ女神グリーンハートが統治する国リーンボックそして女神パどの国も何度となく滅亡の危機にそして4人の女神たちはそのゲームとはこれはなかなかハマってるんじゃないかな。だってカンガルーのように飛んだり跳ねたりブンブン剣を振ったり、操作は快適そのものだね。さてと、じゃあ早速自己紹介しておこうかな。私の名前はネプテューヌ、プラネテューヌっていう国の女神でこのシリーズの主人公だよ。と言っても四女神オンラインでの私は騎士見習い、女神のお仕事はお休みってことで、今日から一緒にこのゲームを始める3人と待ち合わせしてるところなんだけど、みんな窓かな。集合時間に遅れないのよね。ブラも資材なんだ。なんだ
職で遊ぶことが多いから、たまにはこういうのもいい。ねえ、その私の衣装はどうかしら。おお、ノワールは黒騎士なんだ。もしかして聖騎士の私に対抗意識を燃やしてたりする？別にそんなんじゃないわよ。でもネトゲの立ち回りだってネプテューヌには負けないんだから。まあ皆さんもうお揃いでしたのね。ヤッホー、ベール、みんな今来たとこだよ。その格好なんだかエルフ感があふれて。私は不妖術師エンチャッターですわ。状況に応じて。武器はレイピアなんだ。リアルではノワールが剣でベールが槍。やはり皆さんゲームの中では結構イメチェンしていますのね。さてと、それじゃあ全員揃ったところで、お茶の間この子はノワール、ラステイスツンデレさんだからか落ちキャラ説がなくなんだかんだ。私のボケにはノープさて。さて、お次はブラン。読書が大好きで普段はパトオーハ、控えめな胸のサイズを気にして、最後はベール。おっとりした雰囲気に反して私たち4人の見ての通り圧巻サイズですごく。そんなベールはビーンボックスの女神なんだ。温かいネプテューヌ。それにボッチがどうとか聞こえたけど。おい、何が控えめ。妹、今妹とおっしゃいました。え、気のせいだよ、気のせい。いや、ほらほら、おしゃべり。あ、逃げた。待ちなさいネプテューヌ。ネプテューヌの言う通りですわね。まったく相変わらずね。私たち普段は国同士で競争することも多いですけれど、この世界ではみんなで仲良く楽しく遊ぶ。パーティーは運命共同体、抜け駆けはなしですわよ。私も誰かが困っている時には必ず手を差し伸べますわ。と言われても、私はむしろベールこそが一番抜け駆けしそうに思えるんだけど。私もそう思う。ベールのプレイスタイルについていけるかはちょっとわかんないよね。ご安心なさって。純粋に新しい世界を冒険し、それこそが四女神オンライン運営からアーリーアクセス権限付き招待券を頂戴した私の席。驚いた、あのネトゲ廃人のベールが。私も会いたくな。あ、のんびり遊ぶ方が仕事の息抜きになると思うし。ええ、ありがとう。今回のエピソードは、今までここは私も初めて冒険する世界ですし、ベータテスターは私。お、あれかな、チュータリアルのイベントポイント。うわー、いい眺めじゃない。いよいよ新しい冒険の始まりね。さあ皆さん、四女神オンライン。おー、伝説的な魔王が降臨した。この道を登れば丘の上の町へ続き、追い風が優しく旅の傷癒してくれる。今満ちれば大聖の祭壇、セーブ確認。まだレベル的に足りてなくて自信が持てず、パーシーに迷惑かけたらどうぞ。メタフィクション、日本オンライン。
ネトゲをちゃんと遊ぶのって久々だわ。どんなストーリーなのかしら。今回のエピソードは新しい舞台と言っていたわね。ダンジョンもベールがいつも遊んでいる四女神オンラインとは違っているの？ええ、その通りですわ。私も土地勘ゼロですけれど、それもまた楽しみにしている要素ですの。見渡す限り手つかずの世界。ああ、ゾクゾクしてしまいますわ。こういうシチュエーションが一番楽しいよね。新しい出会いもあるかもだし。私も同意見よ。新しいお友達ができるのもオンラインの醍醐味よね。私は基本的に身内で遊んでいたい派だけど、気が向いたら辻ヒールでもしてみようかしら。この先できっと他のプレイヤーさんにも会えるよね。よし、どんどん進んでいこう。あ、誰かいるよ。チュートリアルの受付さんかな。冒険者の皆様方、はじめましてです。私の名前はブーケと申します。この世界アルスガルドを守護する女神様によって、皆様を導くために使わされた、まずは一人の語り部としてこの世界のことを。あれあれあれ、まあまあまあ、マギュッ。なんて可愛らしい女の子ですの。システム、ゲームの中のキャラクターと普通におしゃべりできちゃうってこと？会話 AI って言ったらプラネテューヌの得意分野だし。そうなの？よくわかんないけど、やっぱりプラネテューヌの技術は。そうかしら。他の分野ならラステーションが世界一なんだから。総合的には子供から年配まで幅広い層の国民。まあまあ、今のリアルなんてしかし、限界以上の力を使うこのディーン、約千年前に魔王ジェスターがディーンベルデの近く、しかし限界以上の力を使った女神様たちは、アルス女神様たちはその時代のロイヤルダイスト、私のヒーヒーヒーおばあ様に、それまではあなたたちが進